近畿大学の西尾と申します。どうぞよろしくお願いします。で、今日お話しするのはプレシジョンメディスンというちょっと難しいようなお話なんですが、先ほど柴田先生がご紹介したようながんの仕組みを利用して治療に結びつける、そこの橋渡し的な研究をご紹介させていただきたいと思うんです。しかしながらですね、私近畿大学所属でありますので、少し近畿大学の宣伝をさせていただきます。ご了承ください。で、近畿大学は最近ですね、近代マグロで売り出し中で、ナマズもあるんですけど、で、それを、ちょっと宣伝してこいって言われたんですけどね。ほんで、それなんです。ほんで、今最近マグロ大学って言ってる人がいてですね、自虐的なんですけど、我々のところの医学部がありましてですね、マグロに負けるなというのが合言葉なんですね。で、肺がんでもここに、私も映ってますけど、外科と内科と基礎と一緒になってがん患者さんの治療に結びつけようということで、日々、大阪の南の方で頑張ってるんですけど、で、ここから本題なんですけど、がんのお話ということで、柴田先生が難しいことを優しくということなんですが、私はアニメーション的なところでもう一度理解をしていただけるかなと思って、絵を中心にご説明させていただきたいと思います。で、被るんですけれども、お話、柴田先生のお話と被るんですけども、細胞の中には遺伝子染色体があって、遺伝子があって、これが遺伝子がたくさんあるよというようなお話を柴田先生がなさったと思います。それで、ご説明にもありましたけども、ゲノムと遺伝子の関係って言いますと、ゲノムが森だったら遺伝子は木で、ゲノムが真珠のネックレスなら遺伝子は真珠というような、こんな関係にあるかと思うんですね。ですから、ゲノムは遺伝子の総体というふうな感じでイメージいただければというふうに思います。それで遺伝子の働きというのは、例えばどんな細胞でもですね、細胞は増えていく、増殖っていうんですが、増えていく仕組みがありまして、で、ここの遺伝子の、これが先ほど柴田先生言われたドライバー遺伝子かもしれませんけども、こういうふうなイメージになってます。この細胞が増えるようにという指令が細胞の中でいろいろな遺伝子あるいはタンパク質の方に指令が伝わる、こういう仕組みが備わっていまして、細胞に増えろというような仕組みが伝わっていきますと、そこの下、これだったら上司が言いますと部下が働く、こういうふうなシグナル、情報が伝達することによって進んでいくというようなことが知られています。で、実際細胞の中にはこの細胞の表面から刺激が入りますと、さまざまな分子に情報が伝わっていってというようなことが非常に複雑な状態になっています。で、よく外人さんはですね、これアメリカ東京の地下、電子地下鉄とかの地図なんですけど、よくこの地図を出してシグナル伝達の説明をなさると、それぐらい複雑だというようなことです。で、がんというのはその中のたくさん複雑な中でわずかな違いがあって、そのシグナル伝達のところが一つ違うだけで全然別の方向に行っちゃう、こういうふうな状況になっているということであります。で、先ほどもご説明ありましたけれども、こういったがんって何だと、原因はということで、一つ分かってきたことは、がんは遺伝子のけがであって、けがによって起こるのが、ここに示してますようながんの特徴ですね、勝手にどんどん増える、まともに育たなくなる、免疫が効かなくなる、死ななくなる、血管を呼び寄せる、で、周囲との付き合いがおかしくなる、こういうふうな特徴ががん細胞にあるわけですけれども、これがやはり、遺伝子の傷によって起こるとこういうことです。で、はじめがん細胞というのは一つの細胞の少しの異常から起こってくると
遺伝子の怪我から起こってくるというふうに考えられています。ですからそれがんになるということを変身と言いますけども、そういうふうな可能性はどの細胞にもあるということであります。で、我々研究あるいは治療におきまして重要なことは、ですからたくさんあるような複雑な経路の中で、がんの遺伝子の異常というのがどこにあるのかということを見つける、ここが一番重要になってくるということになります。で、先ほども柴田先生ご説明ありましたけれども、どういった遺伝子に傷があるかといいますと、よく車に例えますとアクセルの働きをするがん遺伝子、ブレーキの働きをするがん抑制遺伝子、これが異常が起きるわけですけれども、がん遺伝子アクセルは踏んだままの状態、これを活性化と言います。そしてブレーキが効かなくなるということをがん抑制遺伝子の不活性化と言います。この両者が合わさってがんになっていくわけですけれども、特にこのがん遺伝子が活性化するアクセルが踏んだままの状態、これをやっつけるということが分子標的薬という方法になります。すなわち治療の標的の主なものっていうのはがん遺伝子のを標的としているというふうに考えていただければと思います。ですからこの分子標的治療、分子標的療法というのは分子を狙い撃ちすると、こういうふうな働きがあるということです。で、先ほどの細胞腸内の情報伝達機構で、がんの場合はこのがん遺伝子が司令塔となっていて、下流の細胞の中のシグナル伝達を働く部下ですね、それに指令を与えるわけです。で、これはがん遺伝子の場合の一つの機能としては、たくさん増えろというような指令がある下流のシグナルに部下に伝えるわけですね。ですからこのがん遺伝子を分子標的薬でやっつけますと、そしたら下の方の部下も働かなくなるということで、全体的に増えなくなる、で、がんが死んでしまう、こういうふうなことになるわけです。で、先ほど柴田先生も言われてた、その命令しているがん遺伝子でものすごく強力な、そういったものをいわゆるドライバー遺伝子と言いまして、ドライバー遺伝子というのは運転手ですね。で、その他その部下みたいなものとか、あるいはそれあんまり、これはパッセンジャー遺伝子、乗客、こういうふうな言い方をします。そして先ほど出てきました天野先生の中、強力なドライバー遺伝子のことを横綱がん遺伝子と名付けられています。で、このような関係に、遺伝子があるわけですけども、今現在ではこういうドライバー遺伝子を見つけて、これに対応する分子標的薬というものがそれぞれペアで使えるようになってきているということになります。で、これをコンパニオン診断薬というふうに言います。で、こちらの方をコンパニオン診断薬ということで、それに対応するお薬が分子標的薬、それぞれペアになっていると、こういうふうなことです。それで今日お話しすることっていうのは、そういったコンパニオン診断薬、遺伝子の異常を見つけて、それでそれに対応するようなお薬を割り振っていく、こういうふうなこと、これをクリニカルシーケンスというふうに言います。で、このクリニカルシーケンスとは、個々の患者さんの遺伝子解析を行って最適な治療法を決定する、で、これを別の言い方をしますとプレシジョンメディスン、精密医療というふうな言い方になるわけです。じゃあどういうふうな遺伝子の解析をするかって言いますと、ここで次世代シーケンサーというふうな、ちょっと お値段の高い機械を使いまして、遺伝子をたくさん一度に少ないサンプルで解析すると、そういうふうなことが今できるようになってきたというところです。で、じゃあ先ほど言いましたけれども、
もう皆さんもお分かりと思いますけど、遺伝子の検査をするのは、どういうことか、その遺伝子の原因は遺伝子の怪我によって起こるから、その原因となっている遺伝子を見つけるということが一つ目の目的であって、そしてさらにこの遺伝子の検査をやって遺伝子の異常が分かりますと、それに対応するようなお薬を選ぶことができる時代になったということでありまして、この中には使えるお薬とまだ開発中のお薬が混在はしてるんですけども、そういうふうな時代になってます。でその中で例えば肺がん、先ほどもお話出てきましたけれども、肺がんの場合はたくさんのいわゆるコンパニオン診断薬があって、それで、こういった遺伝子を見つけていきますと、それぞれに対応するお薬が使えるような状態になってきています。で、こういった遺伝子の状態によってお薬を振り分けるというようなことが精密医療というふうに呼ばれるわけです。で、まあ、一般にですね、咳が出て心配ですと、まあ、病院にかかりますと、一番心配なのがやっぱり肺がんだということでありまして、で特に、まあ、肺がんで疑いですって言われたら大変ですね。で気管支鏡検査をやったり画像の診断をやったり、そして、この気管支鏡の検査で小さながん組織を取り出してきて、病理学的検査をやって、それでがんかどうかを確かめて、その後先ほどから言ったドライバー遺伝子があるかどうかというようなことを順番に、見ていくことになります。で、しかし患者さんは皆さんそうですけど、早くできるだけ早く治療してほしいというようなことになりまして、例えばまあ北大病院は知りませんけど、非常に画像診断とか気管支鏡で何ヶ月待ちとか、早く治療してほしいのにみたいな状態になるかもしれません。遺伝子検査がたくさんありますので、これで3ヶ月を費やすというようなこともあります。でやはり、我々はですね、こういったせめて遺伝子の検査だけでも一度にやって、そこの遺伝子の検査を早いこと、済ませて治療法を決めて早く治療を始める、これが一番重要であるというふうに、まあ、考えているわけです。で実際の、このクリニカルシーケンスを、図で示しているんですけども、小さな腫瘍の組織というのを取ってきて、そこから核酸を抽出して、それでこういう、まあ、機械でもって、遺伝子、柴田先生説明ありましたけども、こういった塩基配列にどこに違いがあるか、異常があるかというようなことを決めて、そしてそれに対応するようなお薬を、どういうお薬が効くかというようなことをお示しすると、こういう過程をクリニカルシーケンスと言います。まあ、近畿大学では、あるいは北海道大学もそうなんですけども、全国の大学等でこういったクリニカルシーケンスをやっていくというようなことが進められていて、で、まあ後から述べますけども、これを、まあ、保険の範囲内でするというようなことを今、今日の秋田先生らと一緒に進めているというような状況です。で、まあ、そういったパネルっていうんですが、そういった遺伝子セットを検査のために作るというのは、この全国世界的ないわゆる共同研究でもって、作っていた、それを日本でも使えるようにするというようなもので、数年かけて作ってきました。いよいよ使えるというような状況になってきまして、国の研究費でサポートを受けて、もう始めてまいりました。で、これはその時に、日経新聞が取り上げていただいたんですけど、遺伝子検査数日で見極めということで、国立がんセンターと近大とでまず肺がんでやろうかというようなところを取り上げていただいたんですけど、でこれはいろいろ問題がありますある記事なんですね。何かっていうと、まあ、取材の時にですね、まあ、大体我々10日から2週間ぐらいでお返しするんですけど、数日で見極めって、書かれてしまって、数日ではちょっと無理やなというようなことがあります。一番の問題はですね、これは東病院の土原先生というんですが、なんで彼が乗って僕の写真じゃないのかと
というところが問題でありまして、それはしゃあないやろうって言うんですけど、そんなに彼は男前なのかという、そういうちょっと文句は言いましたけど変わりませんでした。まあそれはあの私にとって一番問題で、まあともかく、まあこういうふうなことを始めたということですね。で初めに肺がんでということだったんですが、この今は固形がんでもっていろいろなパネルでいろんながん種に対応して、個々の患者さんあるいはその主治医に応じて検査をするというようなことを行ってまいります。で、まあ、近代の場合はですね、こういう研究で行っておりまして、そういう倫理的に大丈夫だということを倫理委員会というのがあって、それで、大丈夫だとお墨付きをもらって、こういった研究として実施しているんですね。で主治医はこの患者さんあるいはがんの種類等に応じてどういう遺伝子検査をしたらいいかということをあらかじめチェックをして、それに対して我々は検査をしてお返しすると、こういうようなことを行っております。で、まあ、先ほど出てきた遺伝子の異常、融合遺伝子を見るようなパネルを使いまして、患者さん A の場合は ARC という遺伝子の融合遺伝子が見つかりました。そして別の方法で確認をしますと、ARC 阻害薬のを使えることができて、この患者さんが、まあ、多分効いたんだろうと思います。で、別のものではレッドという融合遺伝子が見つかりました。この薬は承認前でありまして、そしてそういう場合はこの薬の臨床研究、臨床試験が進んでいる施設を紹介して、そこの施設で治療を受けるように紹介するというようなことができました。でこういうふうな例があります。また原発不明がんというのは非常にこう原発のがんを探すのに難渋するわけですけれども、遺伝子検査をしますと原発がどこか分かんないんですけども、遺伝子の異常が見つかって、この遺伝子の異常が見つかりますと、これは BRAF 阻害薬っていうのが日本でも使われてるんですけども、この薬がおそらく効くだろうこういうふうなことを、まあ、推察することができて、そういったレポートをその患者さんに返すことができました。で、初めに肺がんでっていうようなところを、まあ、近代でやったものをまとめたのがこの論文の成果でありまして、この論文を意味するところは、横軸は時間であって、縦軸は、まあ、生存率ってよくするんですけども、このクリニカルシーケンスをお受けになった患者さんで、幸いにもドライバー遺伝子が見つかってそれに対応するような分子標的薬を治療された患者さんというのはそれ以外の患者さんより予後が良かったというようなことになります。よく間違う。 ですからこれはクリニカルシーケンスを全国的にしますとこのように恩恵を受ける患者さんが少なくともいるんではないかということになります。こういったアプローチというのは全国で進んでまして、もちろん北海道大学、京大、いろんなところで始まってますが、今、京大なんかも一生懸命されていまして、で、そういったものを全国的に等しくどこででもできるような、そういうふうなことを今、秋田先生らと一緒に進めているというような状況です。で、これは今、国の研究費の補助を受けて、ちょうど始めているんですけども、そういったレポートを全国どこでも受けれて、そして等しいどこの検査でも同じようなレポートをお返しするというような、そういったようなことを行っておりまして、何度も出てきますけども北大近大がまあ多分中心になって行っています。で実際ホームページのところではこういった正しいレポート、あるいは患者さんご家族に優しいレポートを、まあ、到達するため提供するための人材育成というのを行っているというような状況でありまして、まあ、近いうちに保険で賄われてそういったのを提供できるこういったところをご期待いただけるんではないか、いつやって言われても今なかなかちょっと言えないんですが近いうちにということでご期待いただければと思います。ご清聴ありがとうございます。